結構味を重ねたホタテの使い方もありながらも、やっぱホタテのすごい繊細なところを今日表現したいなと思ったので、ホタテの甘さをちょっと出すために、しっかりホタテから出し取ったものと、そのホタテの甘みを若干上げるイメージでハマグリの甘みをちょっと力を借りながらやりたいなと思ってこれをご用意しました。はい、こんにちは、ドンブラボーオーナーシェフの平正和です。前回の室田シェフに続いて今回は私が北海道のホタテを使用した一品を考案いたしました。室田さん、自己紹介お願いします。はい、表参道ラッチュでオーナーシェフの室田拓人です。よろしくお願いします。よし、お願いします。料理を進めてみます。はい、よろしくお願いします。我々はシェフ・フォー・ザ・ブルーという団体で活動してきていて、海の魚が取れなくなってきているという課題に取り組んでいます。実はホタテはサスティナブルシーフードの代表格です。二枚貝は無給時、餌がなくても養殖ができるため、もともと環境負担が少なくて、さらに北海道のホタテは品質の高さに加えて MSC 認証という、国際的サスティナビリティ認証を取得しています。どうですか、村田さん、ホタテってよく使います？はい、そうですね、僕は結構いっぱい使います。フレンチ使いますね。はい、フレンチなので、焼いても美味しいですし、そのままカルパッチョにしてみても美味しいですし、もういろんな、調理にできるの で、 そうですね。お店には必ずある食材かなと思います。僕もイタリアン、もう前菜から、メインはあれですけど、アクアパッツァにも使えるし、ピザにも使えるしって、もう何でもいっちゃいますね。そうですね、嫌いな人がいないですよね。いないですね。みんな好きなので、大体こう出すと皆さん喜んでくれるので、確かに助かる食材ですね。そうですね。今日冷製パスタを作るんですけど、ちょっと前準備として、この北海道のホタテから取った出汁を用意しました。生の状態からいただいているので、それを、ちょっと薄くスライスして、ドライトマト作るようなイメージで、ちょっとあったかいところに置いて、カリカリになったホタテにちょっと天然水を入れて、煮出した感じですね。大体ホタテ3個ぐらいで 200cc ぐらいを取るイメージで、ちょっと本当味が出た、好みの味が出たらって感じで、これがもう1個が、これはハマグリの出汁です。同じ貝類っていうのもありますし、ホタテすごいやっぱ繊細なんで、結構味を重ねたホタテの使い方もありながらも、やっぱホタテのすごい繊細なところを今日表現したいなと思ったので、ホタテの甘さをちょっと出すために、しっかりホタテから出し取ったものと、このホタテの甘みを若干上げるイメージで、ハマグリの甘みをちょっと力を借りながらやりたいなと思ってこれをご用意しました。この2種類の出汁を入れるっていうのがすごく興味があるなと、楽しみですね。でもハマグリ、僕も出汁を使うんですけど、少しでも入れるとこう、なんていうか繊細な感じが引き立つような感じになるので、よりなんか美味しくなるんじゃないかなと、ドキドキしてます。ワクワクしてますね。頑張ります。お願いします。じゃあスタートします。まずじゃあ、工程でいうとパスタを茹でながらソースを作ります。で、ちょっと、茹でながらやりましょうか。じゃあパスタやります。今日パスタは、いろんな種類あるんですけど、1.4 ミリってちょっと細め、冷製パスタなんで、ちょっと喉越しい感じで細めのパスタを用意しました。普通に美味しく茹でようとしたら、5分13秒ぐらいなんですけど、今日はちょっと6分で、冷製パスタっていろんな作り方があると思うんですけど、基本的にはパスタをボイルオーバーといって、ちょっと柔らかく茹でて、それをちょっと氷水でギュッと締めて、で、その、トマトのドレッシングみたいなソースとかで和えたりみたいなのが、一般的だと思うんですけど、それはそれですごい美味しいんですが、どうしてもちょっとなんだろう、一体感があんまないイメージがあって、今回はちょっと一体感を意識したパスタを作りたいです。で、工程としては普通に温かいパスタを作るのと同じ工程を踏んで、そのソースを冷やしながらちょっと絡めていくようなイメージなの で、 今日はニンニクもちょっとだけ香りが欲しいので、薄くスライスしたニンニクを火にかけて、でもう色もつけずに、色つけちゃうとやっぱニンニクの香りがぐっとソースにいってしまうので、ほんと薄くちょっとふつふついったぐらいを狙って、そこから出汁入れます。出汁がさっきのホタテから取った出汁が8割で、ハマグリの出汁が2割の合わせた出汁をここに入れていきます。ふつふついってきたらもう入れちゃう感じですね。あとはちょっとだけ詰めていく感じで、
で、これにパスタもちょっと混ぜます。はい、冷製パスタっていうのはあのイタリアではよくあるんですか？いや、ないです。多分もともとなくて、多分日本人の料理人が、多分向こう現地でやったのが最初、そこから普及したのかが今ではあると思うんですけど、はい、多分もともとのクラシックな料理では多分冷製パスタってどうなんですかね。多分僕は知ってる限りではないですね。なんかこうやってもうソースに油分が入ってるんで、はい、まあ、冷やした時にその油分がだんだん凝固してって、まあ、ドレッシング状態というか乳化する状態になるんで、はい、まあ、パスタ一本一本に絡むみたいな、まあ、そこをちょっと狙っている感じです。ちょっと詰まってきたら別にあのお水とか入れながら調節するんですけど、はい、6分経ったんでここにパスタ入れていきます。でここでちょっとあのさらにこの中で柔らかく入れたいんで、はい、まあ、ここであのボイラーの中で柔らかく茹でるよりもここで後半茹でる方が、まあ、このホタテの出汁も吸いながら茹でられるんで、よりちょっと一体感が上がるかなっていう狙いですね。でこの中も一応そのボイラーの中と同じシチュエーションを作りたいんで、ちょっとなるべく沸き気味で、はい、パスタもなるべく液体の中に浸かるのを一応狙ってもらった方がムラがないかな。もうこの時点で普通のパスタよりもどうですか、熱い、はい、普通の食べるパスタだとも結構柔らかめになってるんですけど、うん、はい、もうちょい、はい、ちょっとオイルも、まあ、ドレッシングじゃないけどちょっとまあ水分に同量まではいかないですけど、うん、まあ、ちょっとオイル持ってって、ホタテの味がすごく、はい、香りでもうお腹が空きますね。ホタテの香ばしい香りで、そうですね、うん、大体こんぐらいで水分量もこんぐらい残ってて、うん、多分柔らかさも多分ちょうどいいと思うんで一回火消して、このぐらいで、はい、熱いっす、はい、柔らかくなったら、これごとここに入れます。で、一回この氷ボウルに、氷をかましたボウルに入れていきます。ここからちょっともう冷やすイメージですね、うん、早く混ぜるっていうよりはなるべく下の氷が立ってる面に当てるイメージで、でこれちょっと水分少なかったら味見ながらあのホタテの出汁を加えるなり、うん、普通にお水加えるなりで、うん、調節するイメージ である程度粗熱なくなったらちょっとホタテ出汁を入れながら、だんだんとろみが出てきてます、はい、これ2人前とかこの楽なんですけど、はい、10人前とかやると熱すぎてそうです、すごい、もう早いですね、もう冷えるのは。だんだんこうやっても濃度が出てきて、はい、まあ、オイルもちょっと入れながら、もう本当に冷えちゃって、はい、ちょっと味見してみます、うん、もうちょっとだけ伊達の出汁を入れて、今入れた分のちょっとオイルをちょっとバランス取って、でここにちょっともう味完成してるんですけど、うん、ちょっとだけ僕その魚醤を入れます、はい、まあ、これでまあちょっと複雑な違う旨味も入れてちょっとだけで、ちょっと味見してもらおうか、これだけなんですけど、こんだけもうソースに濃度が出て、うん、でパスタにもまあ見た目からもう絡んでるのが分かるんで、そうですね、うん、おいしい。あとはもう盛るだけです、うん、結構パスタの硬さも戻るんですね。そうですね、うん、そうギュッと締まるイメージで、あとは盛りやすいようにちょっときれいにこうやって寄って、あと盛ります、はい、じゃあちょっとキンキンに冷やしておいたレールで、はい、まあいろんなこれ2人前ぐらいなんで、ピンと貼ってもらって、
はい、じゃパスタをこういうふうに盛らしてもらって、あとはこの上に乗せるホタテを今調理します、はい、じゃあ上に乗せるホタテが、はい、まあ、2パターン、まあ、あの今回ほぼホタテしか使わないんで、まあ、ホタテでちょっとグラデーションをつけるというか、うん、でこっちはまああの繊維に沿いながらとあのカットしたただのホタテで、はい、こっちは魚醤でちょっと味付けします。でこっちはちょっとだけやっぱホタテって若干温度上がるとやっぱ甘みが上がるかなと思うの で、ね、バターでちょっと周りを温めたものを裂いて、ちょっと、この山口県の百姓庵というところの塩でなんか夏に取れる塩、夏 の、 その山にすごい雨がいっぱい降って、はい、でまあ、その山のミネラルがいっぱい海に流れ込んだ時に作った塩なので、そのミネラルがすごいたっぷりある、はい、で夏の食材とすごい相性がいいので、まあ、塩で甘みを上げたホタテと魚醤でちょっと全体的に甘みを上げたホタテの2種類を上に乗せます、はいはい、これで塩してバターをちょっと入れて、フレンチってカルパッチョ、まあ、ホタテのカルパッチョみたいなとかなんか見る気もするけどあります？カルパッチョ。そうですね、カルパッチョ薄くスライスして、うん、なんか並べてなんかソースをガビゴットソースみたいなのかけたりとか、うん、フルーツにも合うんでね、フルーツのソースかけたりとか、ね、オレンジとかのイメージ、はい、ビンゴとか何でも、中華でも和食でもイタリアンでも何でもみんな使いますもん。確かに、うん、これ火消しちゃってもう周りちょっとほんと温めながら、うん、もう全然適当でいいんですけど、まあ、ちょっと生と温度が上がってるっていう2種類を作れるといいなって感じで、これちょっと温まったらもう OK。 じゃあここであとはそいで、あとはまあこの半々でちょっと魚醤を、じゃあちょっと魚醤だけ取る、この半々ぐらい合わせてパスタの上に持っていきます。で上からちょっとソースをかけます。めっちゃうまそうですね。あと最後に上にパクチー、はいはい、結構そのこの貝となんかちょっと若干隠れてる土っぽい感じとなんかそのパクチーの相性がすごい好きなんで、うん、で最後オイルかけて完成ですかね、うん、はい、じゃあこれで完成でお願いします。美味しそうですね、あ、楽しみですね、食べるのが。はい、じゃあ一応行きましたので、はい、召し上がってください。いただきます。お願いします。いただきます。うん、すごい。甘みがすごいですね。ホタテのね、甘みがと。この火を入れたやつとやっぱり入れてないやつのコントラストがあるんで、うん、これがすごくいいです。いや、なんかホタテって甘いなっていう感じられるパスタですね。やっぱ甘さは、ね、うん、期待しちゃうから、うん、あ、でも冷製パスタにしてやっぱ絡んでる感じします。そうですね、やっぱソースがしっかり乳化されてるんで、うん、絡んで美味しいですね、うん、パクチー食べれます？食べます。このパクチーのこの清涼感の感じがまたホタテと合いますね。いろいろ重ねるパターンもあれば、重ねる料理にも多分全然対応できるし、そういう意味でも本当ホタテって本当万能ですよね。どんな料理でもいけちゃう。なかなか他のもので生でも焼いても揚げても何でもってなかなかないですよね。よかった。おかわりしたいですか。嬉しいです、よかった。普通に嬉しい、よかった。これも明日のうちのメニューに入ってるかもしれない。真似して。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。僕らはあの、はい、シェフフォーザブルーという、はい、まあ、団体で、まあ、活動させてもらってまして、はい、まあ、どういう団体かっていうと、まあ、料理人が海 の、 そのサスティナビリティ、うん、そういう海の問題にちょっと、まあ、料理人
のからのアプローチとして何か取り組むなり、まあ、何かしら解決できることができないかなってまあ日々考えながらやってるまあ団体なんですけど、うん、まあ、結構そのこの40年ぐらいで7割の海産物が取れなくなっちゃってるっていう、そうですね、すごい怖い数字ですよね。怖いですよね。もうこのままいったらもう何も魚介は使えなくなるんじゃないかなぐらいの危機感はありますよね。みんなでこう集まってもやっぱりこうもうこのままだと本当にやばいよみたいな話になって、はい、皆さんこう意識高く皆さん考えられてるんで ね、 そうですね、よりこういろんなシェフの考えが刺激になったりとかすごく勉強にもなりますし、うん、はい、もう何とかしなきゃいけないですよね。僕たち料理人が何とかしないといけないなと思ってるんで、ね、はい、また本当に何とかしたいっていうのもあるし、やっぱ美味しい料理を作りたいっていう気持ちで料理やってて、やっぱ使えなくなった食材がいっぱいあると、ね、はい、なんか今までスペシャリティとしてやってた、はい、のに今年から使えなくなるみたいな、結構僕もサンマとかですごい体験してるんで、そうですね、あの北海道のそのホタテが、そうですね、はい、そのサスティナブリの食材っていうことで、なんかホタテってすごい、そんなの考えずにみんな使うじゃないですか。そうですね、はい、でも実際そんなになんか使えば使うほどじゃないけど、北海道のホタテに関して言うと、そういう海の資源の復活だったりとかそういうことにつながる活動になるんだっていうのを、ね、知らなかった。そうですね、僕もよくいろんなシェフとか、まあ、いろんなお客様にもサステナブル、まあ、シーフードって、まあ、そもそも何をすればいいのとか、確かに何を使えばいいのっていうふうに言われるんですけど、まあ、全体的に全部減ってるので、じゃ全部使わなければいいのかって、まあ、そういうわけには僕たちはいかないので、うん、なんかこう第一歩として、はい、北海道のホタテっていうのを使ったらいいってことが、ね、分かったので、うん、まあ、いろんな料理の方にも北海道のホタテをどんどん使ってもらって、よりこう海のことを考えるきっかけの一つになってくれたらいいかなと思います ね、はい、はい、美味しいですしね、あと美味しいし、そう、はい、本当間違いない、美味しいんで、もう絶対みんな使ってるから、はい、その使ってる時にちょっと、うん、なんだろう、そういう意識を今まで使ってるペースと変わらなくても、うん、そういう意識を持って使うだけでもやっぱいろんなことにどんどん考えがどんどん派生していくと思うんで、そうですね、うん、まあ、和食でも中華でも、はい、洋食でも、はい、まあ、いろんな調理法もあって、いろんな、まあ、今日も僕も勉強になったんですけどもね、はい、いろんなやり方があるので、いろんなホタテ貝の北海道ホタテ貝の、料理ができたらなんか面白いですよね、はい、はい、うん、これからもじゃあ一緒に頑張っていきましょう、まあ、シェフ・フォー・ザ・ブルーの活動も続けて、はい、北海道のホタテも使いつつ、はい、はい、より日本の海が良くなったらいいなと、はい、思いますね、はい、じゃあ今日はシェフどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、お勉強になりましたので、はい、これからも海をなんとかよくしていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。